どうもドッグトレーナーゆきです。あなたにとって愛犬はどのような存在ですか？恋人や子供、友達などいずれの場合でもかけがえのない存在ですよね。それでは反対に、愛犬はあなたのことをどんな存在だと思っているでしょうか？今回は愛犬の普段の仕草や様子からあなたのことをどんな風に思っているか、6つのタイプをご紹介します。あなたはどのタイプに当てはまるか一緒に確認しましょう。愛犬から見たあなたの立場。1つ目はおねだりしやすい人。ご飯やおやつが欲しいとき、飼い主さんや家族がスイーツやごちそうなどおいしいものを食べているとき、愛犬が真っ先にちょうだいとおねだりするのはあなたじゃありませんか？また愛犬が家族の誰にもおねだりを聞いてもらえなかったときも、最後まで何度もおねだりされ、愛犬に早くちょうだいとしつこく催促されるのも決まって自分だというあなた。ダメと言われてもおねだりし続ければ自分の要求を聞いてもらえると愛犬に見抜かれていますよ。愛犬の要求がエスカレートしないように、ダメな時はしっかり断り、おねだりを叶える時とのメリハリをつけるように意識しましょう。愛犬から見たあなたの立場。2つ目は遊び相手。あなたがお家に帰ってきた時やリビングでくつろいでいる時に愛犬がおもちゃを持ってきたことはありませんか？他にも体当たりやお尻アタックなど、わざとぶつかってくるといった愛犬からちょっかいを出されることが多い人は愛犬に遊び相手だと思われています。遊び相手といってもあなたのことを下に見ているわけではありません。あなたが兄弟や友達のように一緒に楽しんでくれるので、愛犬も張り合いを感じてあなたと遊ぶことが楽しいあまり、いつも遊びに誘ってくれるのです。愛犬が勢いよく遊びに誘ってきたときは、ぜひ全力で遊んであげましょう。愛犬から見たあなたの立場。3つ目は守ってあげたい人。愛犬は自分にとってかけがえのない人、大切な人を守ろうとします。例えば愛犬と一緒に眠るとき、毎晩愛犬がドアの方向に顔を向けて休んでいるなら、それはドアの向こうの物音や侵入者にすぐ気がつけるように、あなたを守ろうとしている気持ちの表れです。また普段はマイペースに過ごしている愛犬が、あなたが体調を崩したり落ち込んでいる時に限って、いつもそばで寄り添ってくれた経験はありませんか？これもあなたが普段の様子と違うことを感じ取って、そばで見守ったり元気づけようとしています。心配する気持ちと甘えたい気持ちが混ざって、しんどくて寝ている飼い主さんのお腹の上に乗ってくることもありますが、これもあなたを心配しているゆえの行動ですので、どうか叱らないでくださいね。愛犬から見たあなたの立場。4つ目はライバル。ママやパパ、おじいちゃんなど家族の誰か一人に特別愛情が強いと、他の家族は愛犬にとって大切な人を取り合うライバルだと思っていることがあります。例えばママのことがとびきり大好きな場合では、ママに抱っこされたり肉球や足を触られても全面的に受け入れて嬉しそうにしたり、リラックスしてくつろぐ様子を見せるのに、パパが同じように抱っこしたり肉球や足を触ろうとすると、あからさまに嫌がって降りようとしたり、うなって怒るなど、ママの時とは全く違う態度を見せます。ただパパのことが嫌いというわけではない場合は、大好きなママがいない時はパパと仲良くできる子も多いです。ママへの愛情が大きすぎるあまりの行動なので、ママがいる時はパパはそっと見守る立場に徹しましょう。愛犬から見たあなたの立場。5つ目は緊張する人。リラックスして休んでいた愛犬が、あなたが部屋に入ってきた途端顔を上げてあなたをずっと見ていたり、別の場所に移動することはありませんか？心当たりのある人は、愛犬はあなたのことを緊張する相手だと思っているかもしれません。ただ緊張する相手といっても2つタイプがあります。1つ目はこの人には逆らえないと愛犬が心から信頼している人。2つ目は愛犬が心を許していない人です。撫でようとすると逃げる、うなる、吠える、首をすくめるなど、明らかに愛犬が警戒している、
喜んでいない様子なら、愛犬はあなたのことを苦手だと感じています。叩いたり怒鳴ったり、気分によって態度を変えるなど、自分勝手な接し方をした覚えはありませんか？また急に大声で話しかけたり、騒がしく落ち着きがないのも嫌がる愛犬は多いです。愛犬の前では落ち着いて優しく話しかける、しつこく構わない、お散歩やご飯の用意をするなど、愛犬との距離を縮める努力をしてくださいね。愛犬から見たあなたの立場、6つ目は一番安心できる人。愛犬とよく目が合う、いつも目の届く範囲で愛犬が過ごしている、あなたが座ると愛犬がすぐにそばに来てお尻をくっつける、そのまま眠るなど、愛犬からあなたに近づき、そばでのんびり過ごす場面が多いと感じているあなたは、愛犬にとって一番安心できる人です。あなたの隣にいるだけで安心して落ち着けるのは、あなたのことを信頼している証拠でもあります。ちなみに愛犬は慣れない場所や何かストレスを感じた時にも、真っ先に安心できる人の元へ向かいます。愛犬がそばに来た時は優しく声をかけて受け入れてあげましょう。この動画が参考になった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。